カウンター一発、やっぱり走りは FR でしょう。しかし FF のチビックも真横になってコーナーへ入ってきた。こうなると難しい。 FF 対 FR、 走りにこだわるなら FR、 FR に乗らないと運転がうまくならないとか言われ続けてるけど、果たして本当に FF より FR の方が乗って楽しいのか、 FR に乗っていた方が運転がうまくなるのか、マジで研究してみることにした。ガンさんのハンドリングチェック、中江流ドラテク、そしてバトル、今回は徹底的に FF と FR を比べるぞ。最近、ホンダ特集、日産特集と、特集ものを付いているベストモータリングですけども、今回は、楽しく走れる車、要するに走ってて楽しいと思える車について特集してみたいと思います。そこで、まず簡単に、FR と FF、 この駆動方式の2種類のものに分けて、いろんな走りの楽しさにそれが影響するのかどうか、研究してみたいと思います。そこで、今回は編集部を代表して FR 派のニレ君と FF 派の田辺君、この2人でいろいろ乗り比べながら、どっちが楽しいか、楽しさに駆動方式が関係あるか、その辺を研究してみたいと思います。編集部の乗り比べに使用された車は、軽量コンパクトな小型スポーツクラスの CRX とユーノスロードスター、そして同形式のエンジンを乗せるプリメーラとシルビアキューズ。それでは FF 派、FR 派、この2人のこだわりについて聞いてみたいと思います。まずニレから、はい。彼はいつまでも86に乗ってて、新しい車に買い替えようとしないんですけども、その FR にこだわる理由を教えてください。まず FR の方がハンドリングとかも絶対楽しい、あとアクセルもコーナーで早めに踏める、 FF よりか早めに踏めるんで、そのハンドリングが楽しいってのはどういうもの？インフォメーションがだから自分に伝わってきやすいんですよ、 FR の方が。ステアリングフィールがいいと、そう、ステアリングフィールが FR の方がいいと、だから絶対 FR です。ドリフトできるってのないの？それが一番かもしれないですけど手ごわい相手だって。僕も決して FR アンチ FR じゃないんだけども、僕の場合自然と入ってきちゃった車が FF だったっていうのが一つの原因で、それから FF は非常に、その頃モータースポーツとかやっても安全にしかも速く走れる、FR っていろいろテクニックとかいろいろ必要なんだけども情けないでも FR に比べて FF が決して、そんなファミリーカーじゃないっていうところをね、今回はもう見せつけてやろうかなということを考えております。じゃあこの、先入観とかそういうのものが随分含まれてると思うんですけども、実際に最近の、パワーとか、車の、パッケージングとかある程度似た車を集めましたんで、それで実際に乗り比べて、まず僕らの結論を出してみようと思います。まずは BM 初登場のシルビアキューズからインプレッション。ステアリアクセルとステアリングの連携が FR はやりやすい、そこはすごい魅力ですよね。FR っていうのはやっぱ人間がね思った通りに操れる車の形だと思います。結構強気に出たニレ。さあ FF 派田辺の印象は？今みたいなコーナーでも FR の場合って後ろがトラクションかかってる、後ろが後輪がなんか路面を蹴ってぐんぐん押し出してるっていうのが伝わってくるから面白いのかもしれない。その分だからフロントが今度逆に浮いてますよね。そこをうまく操作してあげる、その醍醐味っていうのが FR にあるのかもしれないけども、それはやっぱしコントロールできた時はすごく楽しいものなんじゃないかな。これは嫌な嫌いな FF、 これはプリメーラです。さっきのシルビアキューズよりか、あれこれ同じエンジンのはずなのにな、こっちの方が速いような気がするな。もうこのプリメーラはいいな。なんでだろう、早くもニレの理論が崩れ始めた。
一方の田辺はロードスターをインプレッション。さすがユーノスっていう感じで、こういうカーブの連続したところも軽さを生かして気持ちよく走りますね。 FR もこのぐらいなパワーでちょうどよくマッチングされてれば乗りやすいし、すごく楽しく走れると思います。CRX はやっぱり VTEC の CRX ですよね。もう FF の走り屋にはもうこの車かシビック、もうこれが最高でしょう。 FR で 100% の力出せない人でもね、この車に乗ればね 100% の力はね出せると思う。これね、自分が納得いくぐらいね攻められる、だからすごく面白いと思う。乗ってても速い、全然こっちの方が気持ちがいい。なんでだろう、面白いです。そっちの方がなんかロードスターよりかは面白い。なんでだろう。あけぼのテストコースにやってまいりました。黒沢さんもいらしていただいてるんですけども、箱根の市場に対しての、印象をまず2例から、はい、黒沢さんに報告して。はい、僕はあの FR 派なんですけれども、実は一番良かったのは CRX で、次に、ユーノスで、プリミエラと、シルビアがちょっと同じぐらいかなっていう、でもプリミエラの方が良かったかなっていう感じなんですけど、僕が思うのはやっぱりその車がいかにサスペンションを仕上げ、ハンドリングを良くしてるかということで損を評価するんだって。今二礼君が、箱根を乗って本当は FR 派なんだけども、意外とその FF が街の中でいいと、まあ FF というか FF でもいい車があったという言葉が出ましたけど、はい、僕はもうその通りだと思いますね。田辺、その辺は FF だからどうのこうのというものある、 FR だからどうのこうのということ。僕の気持ちの中にはそんな FF、FR っていうそんなこだわりはないですけども、うんうん、ただ車をコントロールして楽しいっていうことで考えていくと、 FR をあの思うようにコントロールできるんだったらすごく楽しいと思うんですよ、うん、ただその FF だって自由自在にコントロールできたら楽しいし、だからその辺で一体車が楽しく走れるっていうのがね、あの一体どういうことなのかなっていうのを、まあ今回ここでもう一回考えてみたいなというふうにも思ってますけども、うん、うん、だからそのもう2人の言葉の中にね答えみたいなのがもう出てますけども、車というものはですね、単純にその駆動方式でね、うん、FF、FR なんかで簡単にその切れるもんじゃない、ましてオンロードカーはねその駆動方式に関係なく、いかにその車のサスペンションをきちっと作り、まあ、その前にボディ剛性があって、それで接地性のいいサスペンションがあって、さらに接地性変化の少ないもの、それで前後のバランス、そういったトータル的なもので車との判断しなきゃいけないし、そういったもので最後にどう味付けっていう言葉を僕使いたくないんだけども、どれだけきちっとその接地性変化を少なくブッシュだとかいろんなね、サスペンションに関わるものが仕上げてあるかということでハンドリングになってくるわけですよ。だから FF でもきちっと曲がる車もあるし、 FR でありながら逆に曲がらない車もたくさんある。駆動方式で選ぶという考え方はもうやめた方がいい、やめた方がいいとあっさり言い切られてしまったが、テストは続行。まずは FF 対 FR の低ミューロ発進加速テスト。石畳に水をまいた路面での0-30m 加速。 FR のユーノスは6秒15、対する CRX は駆動輪荷重が大きいから有利なはず。速い、ユーノスよりコンマ6秒以上速かった。重きゃいいならバックでトライ。これで RR の CRX が出来上がり。おお、速い、5秒06を記録。しかし直進性は
最後は前代未聞の RF。 まあ早いわけないよね。結局発進時の姿勢変化さえなければ駆動輪への荷重が大きいほどいいということなんだ。続いてクランク制動テスト。時速100キロからフル制動しながらレーンチェンジするという内容。さあ FF と FR の差はいかに。結果2台ともパイロンをクリア。制動距離もほとんど同じ。 CRX とユーノスの比較においてもやはり大げさな差は見られなかったが、もう一度よく見てみよう。プリメーラとシルビアでも同じだったが、レーンチェンジの瞬間のノーズの動きは FR の方が素早い。これはFR の中でも特に前後の重量バランスの良い2台ということもあるが、明らかにフロントヘビーの FF よりも FR の方が素早いターンインが可能だということになる。走りの楽しさと駆動方式は関係ないというガンさん。ならば足回りの差ということなのか。足回り形式ってのはどの程度あの車に対して、まあそれは FF に限らずですけどね、良さに関わってくるのかなっていうのはあるんですけども、それ非常に難しい問題だと思うんだよね。どこまでで評価するかっていう問題なんだ、うん、例えばね、みんながいいプリメーラプリメーラいいって言うけどね、例えば今日高速スラロームやってくるとやっぱり悪さが出てくる、限界の浅さが出て、普通にこう走ってくるんだけど、それを振り回すともうフロントがアンダーステア出る、リアはタックインが出て、こうコントロールが、うん、難しくなってくる。その点アコードはさらに攻めてもまだこうきれいに設置してて、きれいに流れてくる。だからそれは例えばアコードの足を固めてってもやっぱりその状況っていうのは変わらないんじゃない？うん、挙動が穏やかになるだけです。それはもうそんな変わらない。あの今回やっぱ求めてきたことっていうのは、あの楽しく走るってのは一体どこから感じるんだろう。もしかしたらエンジンかもしれないしとか、いろいろ試してみたんですけども、これは黒沢さんの結論をぜひ出していただきたいなと。ドライビングっていうのはね、まあ、コンピューターでも無理だと思うけど、その瞬間この路面をプッと通過した時、その瞬間のコントロールなんてできっこないんだから、当然車も動く、人間のその反応の時間もあるから、だから今感じたものが、まあ、反射神経の遅い鈍いあれはあるけども、その瞬間で次を読めるもの、次を読んでこうなるだろう、だからこうしよう、こうすればこの車はこう動くだろうみたいな車が楽しい車。